ミュージカル姫より稽古場だよりをご覧の皆さん、こんにちは。檜山城東平役の松原剛です。僕はこの舞台を3回ほど観劇させていただいているんですが、今回初めて台本をいただき、そして、お芝居の稽古をさせていただきまして、浜中先生の、歌詞とあと演出、そしてビリー先生の、音楽、そういったものに一つ一つに大変魂が込められていて、ものすごく思いの詰まった作品なのだということを改めて、感じさせられました。そして僕の演じる檜山城東平ですが、南の島、フィリピンで、戦争を体験しまして、沖縄戦に再編集、再召集されるという役柄なんですが、そこで負傷して陸軍病院にいるという役どころなんですけれども、これからの2週間、自分の役についてどれだけもっと掘り下げていけるかというところが課題です。この舞台のスポットは姫百合学徒隊たちの笑顔にあると思っています。この学徒隊たちからのメッセージを皆さんに受け取ってもらいたいと思います。7月17日からシアター千住お待ちしています。